私の名前はゆめ、普通の高校生だけど。おりゃー最強ヤンキーなのである。よろしく。ギャーゆめだー。あ、こっち見たよ。お答え意地悪される。早く逃げよう。いや、俺決めた。あいつに喧嘩で勝つ。なんだよ、やんのか。おら受けて立つ。うわー、おいにゃー。うわー、ビーくしゃ、うっ、えぇお前だって嫌いだやっちゃった。あ、ごめんなさい。悪い子にはお仕置きが必要だな。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。おりゃ。ああ、また手出しちまった。あのヤンキーやべえよ。私嫌い。あいつからはもう離れようぜ。実はこんな私でも心のどこかでみんなに好かれたい気持ちがあった。でも今さら素直になれないしな。私はいつものように一人ぼっちで帰っていた。その時、あ、なんだこの怒りは。キャー、やめるんじゃ。誰。君、大丈夫か。私、生きてる。ああ、生きとるぞ。運悪くヒルチャールに襲われたんじゃ。わしがもう追い払ったから安心しろ。ヒルチャール？お前さん知らんのか。ヒルチャールはこの原神の世界に存在する敵じゃ。敵を見つけると殴りかかってきたり石を投げてきたりするから気をつけるんじゃぞ。原神？ほら、立つんじゃ。あ、ありがとうございます。いやいや、助けてくれるなんて優しいですね。ほっ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 、これくらい大したことないわい、旅人よ。旅人？ほら、旅人じゃないのかい。私はヤンキーって…あれ？これってもしかして異世界に転生してる？おい、大丈夫かい。あ、いや、さっきはありがとうございました。わっ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 、困ってる人がいたら助ける、当たり前のことや。当たり前。そうじゃ。それより無事でよかったわい。私は人を助けたこともないし、人に優しくしたこともない。そうなのかい。それよりわしがいいこと教えてやるわい。ついておいで。あ、はい。ついたぞい。ここってまずはこのエリアの掃除じゃ。ここの掃除？そうじゃ。普段わしらが過ごしている場所をきれいにするところから始めてもらおうかの。掃除は心もきれいになるんじゃぞい。掃除か、だるいな。ほら、こっちじゃ。早くおいで。はい。
村のみんなが使うところをきれいに掃除できるなんて、あなたって心がきれいなのね。いや、それほどでも。この時私は初めてお礼を言ってもらえてとても嬉しかった。どうじゃ、お礼を言われるのは気持ちがいいじゃろ。はい。その気持ちを大事にして、これからも人のために行動するんじゃさい。はい、わかりました。なんか掃除をしただけで褒められるなんて気持ちがいいな。うえうえん？子供の泣き声？へえ泣いてる。どうしたの？一人で遊んでたら寂しくなっちゃった。そっか、じゃあお姉さんと一緒に遊ぼっか。え、いいの？やったー！わー！にゃ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 ー！わー！にゃ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 ー！わー！にゃ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 。ああ知ってる。一度出会って攻撃されちゃったけど、凶暴な奴らだよね。お姉ちゃんはヒルチャールのことを全然知らないのね。え？急に近づくから攻撃をしに来たって思われちゃうの。ヒルチャールは言葉が通じれば仲良くなれるのよ。そうなんだ。お姉ちゃんもヒルチャールと仲良くなりたい？あ、じゃあこっちよ。え？あそこにいるヒルチャールに話しかけて仲良くなろう。いい？ヒルチャールと仲良くなる言葉を教えてあげる。ホムホムミミドム。ホムホムミミドム？私たちは家族よって意味なの。じゃあ静かにヒルチャールに近づいてみよう。お姉ちゃんもほら、ほむほむミミドム。お姉ちゃんすごい、ヒルちゃんが喜んでるわ。お姉ちゃん、今日は遊んでくれてありがとう。すごく楽しかった。喜んでもらえてよかったです。じゃあまたね。バイバイ。お礼を言ってもらえることってこんなにも幸せなことなんだ。すぐ喧嘩してた私だけど、人に優しくする心を手に入れ、幸せな感情であふれていた。あ、さっきのおじさんにもお礼を言わないと。おじさん。さっきのどうしたんじゃ。私さっき泣いてる子供と遊んだらすごく喜んでくれてお礼も言ってくれたんだよ。そうかそうか、気持ちがいいじゃろ。はい、なんというか心の奥がすごく幸せな気持ちになって、人を助けるとこんなにもいい気分になれるんだなって思いました。そのことに気づいたんなら君はもう一丁前じゃ。ちなみになんじゃが、ん？ゲームでも同じ体験ができるぞい。何やってるの？これは原神というゲームでな、オープンワールドで遊べるゲームなんじゃぞ。PC、スマホ、PS4、PS5 で遊べるから、みんなも概要欄からインストールして、ぜひ遊んでみてくれ。え、誰に言ってるの？気にするでない。この原神というゲームは、こんな感じでキャラクターを動かして遊べるんじゃ。うわー、アバターも可愛いし、ゲームも楽しそう。実は今回、原神がバージョン 4.5 のアップデートをして、新しいキャラクター、チオリが登場したり、新しいデイリーミッションやイベントも登場してるので、チェックじゃ。チオリちゃん可愛い、イベントも楽しそう。このコラボイベントのデイリーミッションで人助けができるのじゃ。やってみるか。やってみたい。やっ
ってみなさい。デイリーミッション。そうじゃ、ここのドッキリマークを押してみなさい。ほう。すでに選択はしてあるが、この出前サービスというのをやってみる。おお、出前サービス。そうじゃ。よし。さあ、まずはどうすればいいと思う？あ、びっくりマークが出てるよ。そうじゃ、そのびっくりマークのところに行くんじゃ。よし、じゃあ行ってみよう。うわ、すごい、めちゃめちゃ映像綺麗だね。そうじゃろ。すごい。あ、さあ、出前サービスが始まったじゃ。サラさんだ。このサラという人に話しかけてみるんじゃ。はい。おお、何名様ですか？出前オーダー。そうじゃ。出前オーダー。おおお。なるほど。ドドリアン海鮮スープがないんだ。うんうんうん。ドドリアン海鮮スープを探しに行かないといけないんだ。誰が注文したか。うん。探しに行こう。よし。いいよ。戻ってきたらご飯ごちそうしてもらえるみたいだな。お、スタートした。やばい、カウントダウンが始まった。時間制限がある。これはおじいちゃん。なんじゃ。これはどうすればいいの？バラードに話を聞く。あ、ドッキリマークのところに行くんじゃ。この、あ、これだけど、これそうだ、ここ押せばダッシュだよね。うん。おお、すごい。これってさ、壁とかも登れちゃうの、もしかして？あら、すごい、壁も登れる、登れる、うん、かっこいい。体力までに登りきれるかな。結構高い壁じゃんの、これは。あー、登りきれるかの。あー、ギリギリじゃの。ギリギリ間に合った。いきます。あ、待って、なんか飛んだ。すごいの、わしの説明なしでできたじゃないか。あのさ、リーナしてたら飛べた。そうじゃ、ジャンプを2回押したら飛行になるんじゃ。でもこれ見て、海に落ちちゃうよ。大丈夫じゃ、泳ぐんじゃ。泳ぐこともできるの？うん、急いで泳ぐんじゃ、ここを押してみるんじゃ。そうじゃ、おー、クロールできるの。あー、あ、あ、赤くなっちゃう。おー、デイリーミッションのこのドリア、海鮮丼。それは君が今食べたいもんじゃ。もうちょっとで到着する。あ、あー、いたいた。あ、あ、あ、うっかりパラドさん。あ、うっかりパラドさんか。お宝はどこかな、だって。これはあなたが注文した料理ですか？注文？聞かれては間違えている？違うって。じゃあ別の人、次はモローさんのとこ行かないと。おー。大変じゃの、こうやってね、困難を乗り越えていくんじゃ。でもモローさん結構近くにいるよ。ね。たくさん光ってるものがいっぱいある。それな、キノコじゃない？ね。臆病なモローさん。狩りに行かないといけないんだ、毎日。これはあなたが注文した。これはね、違うかちゃう、違う。待って、ね、申し訳ないじゃない。まずいじゃん、今なんじゃ。まずい、まずい、失敗。ダッシュ、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 3、2、1、2、3、2、1、2、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、時間切れだ。あー、時間切れになっちまったの。冷え切った料理だから怒られちゃうって。あら、じゃあもう一回サラと話しに行かない。そうじゃ。もう一回行こう。もう一回やってみよう。さあ、頑張るんじゃ。サラさんに話しかけに行きます。よし、ダッシュも有効に使いたいな。そうじゃの、初めての操作だったからの。そう、次はうまくいかないのは当たり前じゃ。うん、じゃあもう一回、出前オーバー。オーバー？出前オーダー。は、海鮮スープだ。ドドリアン。よし、よし、頑張るんじゃ、次は急ぐんじゃぞ。はい、よし、いけいけ、早く、早く行け。頑張ります。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。さっきと違うルートで行ってみようかな。いいね。うんうん、綺麗な野原だね。景色が綺麗ね、本当に。
うぃー。あ、さっきよりか早いんじゃないですか。あ、めちゃめちゃ早いな。あ、もうすぐ着くんじゃないか。近く行こう、近く行こう。早いよ。あと112分。112秒じゃない？あーもうすぐじゃ、もうすぐじゃ、頑張るんじゃぞ。あ、いた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 。怖がっているシュースター。あら、こんにちは。もう少し時間かかると思う。やったー。あー、ようやく見つけたの。クリアしました。まだじゃ。まだなの。これを、食事代をサラさんに戻しに行かないと。あら、そういうことじゃ。でも制限時間もうないよ。よし、じゃあゆっくり行こう。そうだね。うん。やだー。かわいい、素敵。かわいい。私も実は飛べるのだから。旅人だから。あ、そうだったの。そう、今みたいに。すごい。あ、本当だ。見て。そう、羽がついてる。ここに羽がついてるよ、ほら。そう、だから飛べるんだ。海に渡ってこうかな。うん、そんなことしなくても大丈夫じゃ。本当に？そうじゃ、その上の地図のマークを押してみるんじゃ。これか。そうじゃ、それでサラのいるところを探して青のところを触るとワープをすることができるんじゃ。ワープポイントだって。これで一気に戻れるからな。すごい。そんなのもできるの。ああ、なんでもできるぞ、うん、待って、ほんとだ。戻ってきたね。飛ぶの好きになった。よし、よし、出来たね。代金を渡す。料理と、はい、代金。わー、お礼に美味しそうなカニ味噌とハムのグリル野菜をどうぞですって。あー、よかったなー。いやー、やっぱり人助けをすると気持ちがいいですね。あー、じゃな。やっぱ喜んでもらえることは素敵です。わー、いいな、私も原神やりたい。今からスマホ取ってくる。うわー、そうか、気をつけていくんじゃぞ。うわー、うわー、え、誰ですか。あ、私は自然を研究している自然探検活動家、エニャイだ。今、原神の話をしていなかったか。あ、はい。やっぱり、原神の話が聞こえてきたから興奮してつい来てしまった。ディスカバリーチャンネルとのコラボイベントも現在開催中なのだ。え、そんなコラボもあるの。自然や環境をテーマにしたイベントが開催中で、私も自然探検活動家としてとってもワクワクしている。ぜひみんなもやってみてね、うん、はい、ということで今回は原神をプレイしてみました。実際にプレイしてみて2人はどうでしたか。ね、私はですね、うん、なんか空も飛べるし、なんか登れるし、しかも泳げるし、アクションがたくさんあってすごく楽しかったですよね。確かに。俺はいろんなキャラがおって、まあ、可愛いキャラとかかっこいいキャラとか、うん、自分の推しキャラを見つけてそのキャラを実際に動かせるっていうのがめちゃめちゃ楽しかった。いや、確かに、うん、キャラクターの声も全部フルボイスで収録されているので、うんうん、声も楽しめるし、アニメーションも楽しめるし、すごく楽しいゲームです。はい、私たちは今スマホでプレイしたんですけれども、うん、他にも PC やプレステ4、プレステ5でも遊べますので、ぜひ皆さん概要欄の方からインストールしてみて遊んでみてください。はい、ということでこの動画が面白いなって思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他にも楽しい動画たくさんありますのでぜひ見てみてください。はい、せーの、待ってるよー。